念なお知らせがあります。うたくんが通りました。はい、なんやねんそのグルメ。あのですね、はい、この間もんじゃ作ったでしょ、はい、カップヌードルで、はい、カップヌードルでいろんな味作りましたよね。はい、カレー美味しかった。はい、はい、なんですが、はい、データが破損してしまいました。ということで、ノーマルとカレー作ってる時のデータが全部ございません。すいません、すいません。で、一応シーフードを作った時と、うん、後半ね、火鍋、そうそうそう、作った時は大丈夫やったんけど、データが途中からになっております。ちょっと前半キャッキャ言うてるところが全部なくなってしまったの、うん、ただ結構めっちゃいっぱい撮ってたから、うん、あれもう1時間半ぐらいやってたやんか。うん、やってただから後半だけでも結構ボリュームあるんだけど、はい、とりあえず前半なくなってしまったので、はい、オープニングを撮り直すということになりました。はい、すいませんでした。でもめちゃくちゃ美味しかったので、はい、皆さんどうでしたか。めっちゃ美味しかった。美味しかったです。今すぐやろって感じ。今すぐアクセス。そう、今すぐアクセスみたいな感じだったんですけどね。でもとりあえずはしゃいでるとこを見ていただきましょうか。はい、それじゃあ見てください。どうぞ。じゃあ声真似大会ね。めっちゃうまいって思ったら5で、あんまりかなって思うのは1ね。鬼滅の刃のことしない、うん、もしもし大丈夫ですか。イエーイ、10ポイント。じゃあ音ね。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、いよいよいよ。あ、似てる。めっちゃ似てる。じゃあフない。そう、似てた。ない。じゃあパスって言って。パス。考えておいてよ。じゃあパパも参戦するわな。オッケー、はい、オッケーです。じゃあ巨人の斉藤正樹やります。え、知らない。斉藤正樹です。斉藤正樹です。どうも。あの、知らない、まあ、知らない場合はあげなくていいよ。これないんやろ。で、パスでもいいよ。パスでもいいよ。恥ずかしい。パパに託すでもいいよ。パパに託す。パパに託す。なっ、そしたらマコもいいよ。あ、マコもさん、どうぞ。炭治郎ならきっとできるよ。かわいい。5。じゃあパパがね、うん、むちゃくちゃかっこよくなったピカチュウ、うん、ピカピカ、うん、ピカチュウ5。キラキラ。似てないけど。似てないけど。再現度高い。何かわかんない。再現度高いから5。イケモノピカチュウ。ジャブしてイケチュウや、こんなもん。お、決まったシーフード。あ、犬。これはね、これは美味しそう。これはチーズ合う。絶対チーズ合う、これ。でも、とりあえずカップヌードルは全部合うってことがちょっと分かってきそうじゃない。ほら、パパ見て、パパが考えた。もんじゃはもともと駄菓子屋から広まってて考えると、駄菓子っぽいやつは大丈夫なんじゃないかなっていうパパの考え方。あー、確かね。これ結構いいんじゃない。いや、結構上出来よ。めちゃめちゃ綺麗。めちゃくちゃ美味しそう。めっちゃ綺麗。よし、いきましょうか。チーズも引いて準備満タンなんで。あ、下に引くパターンね。そう、いや、温めたい。ちょっとすごくね、そのなんていうのね、うん、早く溶けさせたい気持ちが高まってね。で、上からね、見て、すごいチーズトロトロ。あ、下のチーズ溶けた。見て、いい感じに。うーん、おー、いいね、いいね。いただきます。どうぞ。いただきます。あ、伸びてる、チーズ、すごい。あ、早くない、伸びんの。近いな。細かいチーズ買ってきたから、パパ。おー、いいね。うん、なんか違う感じ、なんか。でも、なんだろうね。これは何、何カップヌードルっていう感じじゃないってこと。まあ、なんだろう。普通のもんじゃっぽい。シーフードラーメンって言われたらわかるけど、麺の味で、うん、カップヌードルの味じゃないかも、シーフードだけ。へぇ。で、なんか違う。普通にもんじゃの海鮮っていうか、なんていうの、そのイカとか入ったシーフード味的な感じ、うん、へぇ。決まりました。確かにこれさ、いきなり渡されたらカップヌードルシーフードってわからんわ。わからん、わからん。あ、これパパちょっと胡椒が合う。あー、これちょっとブラックペッパーだな。胡椒いきます。胡椒いきます。あ、いいいい。なんか塩味ベースのもんじゃみたいな。あー、なんかわかる。なんかお上品な感じ。うんうんうん。あ、これ美味しいかも。うん、リゾット食べてる気分。うんうんうん、確かに美味しいです。食べすぎちゃう、これ太っちゃうで。うまいな。
べすぎて。でもこれめっちゃ安いんだよ、考えたら。カップヌードル3つと今もやしとキャベツだけだからむちゃくちゃ安いんだよ。こんだけで、うん、おいしい。こんなおいしいのにたったの数百円。へえ、見てますかこれ、たったの数百円。へえ、何これ。誰が1位だろう。パパ決まった。おだめだ。おだめまった。とわくん、うたくんの寝かしつけ終わりましたか。うん、大変な寝かしつけ。うたくん、親指じゃないとないから。親指持つのよね、ちいちゃんの。親指握しながら。ありがとう。パパも無理やからな。ちいちゃんの親指しか無理やからな。そうなのよ。ね。ちょっと、全然ちいちゃん食べてないと思いますから、うん、あの火鍋のやつを作りますんで、はい、ちょっと食べてみてください。じゃあ、ラスト火鍋いこうか。火鍋、火鍋、火鍋食べんの？うん、今回火鍋は、まあ、とりあえずパパママが対照的。いや、対照的はおかしい。対象はわかりますけど、対象的は逆っていうことだから。対象、パパとママが対象。火鍋はお肉入れます。お肉？お肉入れます。お肉焼きみたいなのになってる。こっちで肉や。半分。せやな。そうだな。じゃあ、ふーちゃんキャベツお願いします。あ、キャベツ。うん。集めて。これ、謎にコーヒー。集めて。いい感じ。あ、肉色変わってきた。食べてる。これ、砕くと食べやすいね。スプーンでね。あ、辛いかな。じゃーん。じゃーん。いい感じ。ちょっと、なんか小さかったかな。なんかいい感じ。ふーちゃんは辛いかもしれないね。確かに。あ、でももっとキムチ。でも今回ちょっと野菜多めにしてるから。だけど、キムチも食べたことないから。薄まるとは思うけど。めちゃくちゃいいね。ここにね、ホアジャオと桃屋のマーラライみたいなの。ライド好きだよね。あ、じゃあ大人は自分のにかけて、うん、うちらは多分無理。ブイバーってなってもう炎バーッ。これ入れたら全然辛かった。めっちゃ辛い。そう、しびれと辛さがしっかり効いたマーラーシャン油。パパそれ好きやな。これめっちゃ好き。僕そういう瓶の調味料好き。瓶調味料瓶めっちゃ頑張る。試しますね、一回ちょっと試しますね。子供ルームでお願いします。いや、ここら辺でいい。1位。いやだからこれが好きだからね。うん、これもどうぞ。え、合わせたらもう火が出ちゃうよ。やだやだ。こっちね、子供ね。うん、さあ皆さん食べてください。はい、これパパ1位やな。最後にして最高。ママね、しっかり焼きたい派なんだよ。そうやね。あー、焦げ目ね。いただきます。おい、どうぞ。チーズをね、トロトロさせてる、熱くして。ちょっと全然辛くない。あ、でもちょっとピリッとくるかも。でも全然マイルドになってるよ。辛そうだよ、ラー油が。あ、でも、あ、辛い。辛くなってる。ラー油のところ。うん、あ、辛い。ラー油のとこ。あ、大丈夫、全然辛くない。お肉もいっぱい入ってるから、美味しい、うん、これ美味しいでしょ。うん、美味しい。これお肉食べたらチーズタッカルビだわ。あー、なるほどね。何個食べたの？3個。これを？うん、すごいやろ。食べたね。これで4個。これ4個目。よく食べたね。いや、みんなもうお腹いっぱいなんちゃうか言ったら全然。いや、また食べるっつって。そう、桃屋さんすごいよね。桃屋の調味料めっちゃ好き、ね。うん、違うよ。桃屋ちゃん。桃屋。これパクチーとかいいね。パクチーいいね。パクチー乗せたい。あ、これめっちゃいい。これこれこれです。うん、ホアジャオすごいいいよ。うん、いる、うん、音すごいよね。音めっちゃ食べるようになった。しかも辛いの好きなんだよ。辛いけど美味しい、食べたいってなるのね。そうね、なんか最初さ、背伸びしてんのかなと思って。そうそうそう、大人と一緒のことやりたいっていう。え、なんか癖になる。うん、と思ってたんやけどね。おとちゃん、ほんまにミノめっちゃ食べるしな。毎回ミノ注文する。
焼肉屋行ったらカルビなミノは渋いよね。渋いね。ミノカルビとロースとね。二十歳だったらパパが一番連れて行ってるかもな。うん、パパが食べてるの結構食べてるよ。そうやね、パパ好きなの。キムチがパパキムチ食べてて、おとも食べてみたいって言われたし、あのパパが食べてる鍋のスープも、辛い鍋のスープも飲みたいって言われた。そうだよ、火鍋で。チーズなしだとやっぱ辛い。うん、ほんと。あ、やばい。ご飯と麺って合うのかな。ヒカキンさんが食べてたさ、なんかめっちゃ激辛の焼きそばみたいになってる。ああ、極激辛ね、うん、あれは食べれる。パパ食べてたよ、これまで。なあ、普通に美味しいっつって食べたな。卵につけて。でもパパは食べれるけど、子供たちもあーって。子供は食べちゃダメでしょ、うん。あ、それってなってるから。なんで踊ってるの。ね、こうなっちゃうよ。食べたら変なテンションになる。中の胃腸が。だってあれ全部食べたらもうお尻から炎で作る。飛んでいけへんわ。はい、ということで今回は、はい、カップヌードルでもんじゃ焼きをやってみましたけども、はい、皆さんのベストワン決まりました。はい、じゃあ順番に発表してもらいましょう。ふーちゃん、ノーマル。みーちゃん、これ。おとちゃん、ノーマル。パパは火鍋です。ということで、火鍋とノーマルに決定です。そうなんだ。ノーマル意外と。そうやな。結構カレーと悩んだんだよね。でシーフードも結構美味しくて。パパはシーフードとこれ飲みたく、あとカレーとノーマル迷ったんで。でパパはシーフードに胡椒をかけるのがめっちゃ美味しかった。あ、リゾット風そうそうそうみたいな感じね。というわけで、はい、まあ今回ちょっとパパがやりたかったりアレンジレシピやりましたけども、はい、またこれからもいろいろ作りたいと思いますので、はい、ぜひとも見てください、はい、ということで、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。イエーイ、また見てね。バイバーイ。本当にやってみてマジで美味しいから。リオくん。